関東勢が後ろ攻めで間もなく赤番のホームです。正攻法5番の岩谷拓磨、西の遠征ライン8番手から動いた6番の斉藤、2番の大橋の関東勢です。それに反応した5番の岩谷拓磨が突っ張りますが、6番の斉藤も抵抗、5番の岩谷、7番の木戸崎、さあ西日本のラインやや連携乱れ気味、6番の斉藤が必要に5番の岩谷にプレッシャーをかけてハイペースです。6番の斉藤がさあ先行していきます。5番の岩谷2番手にはまる格好で、7番の木戸崎3番手、そして北日本ライン9番の佐藤が4番の田原を連れて猛然と巻き返していきました。1番の坂口は遅れて後方、さあ6番の斉藤を一気に捉えていった9番の佐藤、そして5番の岩谷拓磨があっという間に2番手と上がっている。さあ9番の佐藤の追走する形で5番の岩谷拓磨、3番手に4番の田原博明です。最終バック先頭は9番の佐藤雄一、2写真のリード、そして5番の岩谷拓磨がじわじわ差を詰めて、この2人の一騎打ち、7番の木戸崎ようやく追い込んでくる、田原との3着争いかわした5番岩谷拓磨、ゴールイン、5番の岩谷拓磨。